さ天満にやってきました。天満は大阪の次の駅になりますけど、まあ何があるのかちょっと発見するため行ってみたいと思います。では関空快速空港行っていきますけどね。さあ、天神橋の商店街が見えてきましたよ。たこ焼きの匂いがめちゃくちゃしますけど、まあうまい匂いがしてきました。さあ、名もなく見えてくる広い通りですが、こちらの通りは何ですかね。はい、見えてきました。北区役所、そして関西テレビでございます。なぜ関西テレビに来ているのかっていうと、理由は分かりませんが、とりあえず行ってみましょう。ちなみに今サンマの番号は
生放送やってるそうで、なんとスタジオさまさんまで50メートル歩かないからですかね。さあ、ここにはハイヒール、ハイヒールがいるじゃん。お、